前田裕二。別に電話していいけど、でもこの流れ多分見てるよ、あの人警戒心強いそうから、なの、いい人っすか、いい人っめすちよゃね、めちゃ多分いい言っ人ていいだ人よ。だった気がします。ケツ穴してるかって聞けばいいの？そう、前田裕二にケツ穴してるって聞きましょう。もう怒られるよ。題してケツ穴してます。 あれ？今配信中？そう、ちょっとね、ごめんね、スラム街みたいな配信の場に。なんか、いつも配信時とかに電話してくれてちょっと嬉しいっす。優めっちゃいいし人じゃない。い なんや、自己かこの紹間介誕し生日てでよ。電話して。イケメンだからちょっと僕の親友が、自己紹介しないようにして。じゃあ、ちゃんとして。ちゃんと。失礼だよ。はい。もう綺麗すぎるから無理。俺はダークなんだよ。いや、だから、ちゃんとして。やろ。一一回。回会ったことあるの？ブルードリンクプリンセス。もう酔っ払ってられる。じゃ竹野内さんやめますよ。なんで？なんで？ちゃん面白いとじゃん。喋ってよ。だってもうこんな真っ太陽みたいなやつと喋れない。すいません。どこいますか今。どうですか。青汁がクソだって分かったって。あ、大阪なんだ。分かりました。また今度コラボしましょう。はい。ちょっと待って、ちょっと、青汁さん。青汁王子？青汁王子と今配信してんの。どこにいるんですか？うわ、話したい。どこにいるんですか、今。お、めっちゃ、渋谷。ここ渋谷だ。10しか行かないよ。いや、僕、一瞬お会いしたことあるんですけど、一そう、会回っだたことあけ。るんですよ。ねえ、前田さん、めっですちゃよいい人ね。だよ。だからめっ何ちゃをいい人。構えてんの？ちょっといい人すぎて、怖い。なんなの？メモを取れよ。メモの魔力や。いや、めちゃくちゃ周りが仲いいんだけど、なぜか、青汁深く登話録した解こ除とっがてな来くた。て。なんで、やっぱ。いいよ、気にする必要ないでしょ。呼んでください、皆さん、今度、ちょっとちゃんとめっ話しちゃたい。いい人じゃん。でも、だから、勝手に気にしてるだけ俺で。何もし気にしてないけど、綺麗すぎるから、やっぱ捕まった人だし、仲いい箕輪さんはかわいそうかなと思って。なんで、そんな、牢屋なんて、塀一個隔入ったててことる。ないでしょ、牢屋。入ってないんだ。俺入ったよ。入ったからここにいるんじでゃん。も、塀が一個あるぐらい、どうでもいいよ。石原さとみとは付き合ってたんめちゃくちすか？ゃ。付き合ってたよ。俺が答えるよ。だから、青汁人と比べすぎって来てるけど、比べちゃうじゃん。いや、なんで？気だっにすて、る必一応イケメン経営者ってなんか出てたの、ちょっと前はね。したら捕まって。要は。いや、全くですよ。僕も、全くです。意本当に味が僕わかんない。も。だって意何味をがわ気かんないにけしど、て捕生きまったてんんだの？から。でもなんか、箕輪さんとこの間2人でタクシー乗った時に、青汁王子みたいなやつが一番これから勝つんだって言ってたじゃないですか。俺言っ青てた汁失気が礼すしてきる。たよ。だ言から、ってましもうたよこれね。綺麗、太陽。俺はだって、闇よ。闇。いやいや、一緒気一に緒。しすいぎ。や、闇。俺闇じゃないか。一番。でじゃあ、もで気もに本当しにそすの時ぎ。になるほど俺なーっ言って思たっよて、ね。確青汁かに。王子みたい多分な。ね、俺嫉妬してんだよね、やっぱこういう人を。そう。嫉妬。もう嫉妬の塊。全く、本当皆さん、みんな、本当に、僕は、もう、しがない人間なんで嫉妬してます、彼に。もう。前田さん、いい人だから。だって、前田さんだって、本めっちゃ売れたでしょ？何十万部売れた？もう80近く。俺、8万部しか売れなかったんだよ。いやいやいや。マジで、それはもうネットで叩くわ、俺。でも、いいじゃん、いい人だよ。叩かれてでるも、本当に、井上さん飲んでる時っていうか、普通に、あれ、飲むっていうか、ご飯行きたいです、ご飯。ちょっとみっともないって。ねえ、本当ごだよ。飯行きたいって。真に受けてる人がいっぱいいるよ。でもご飯行きたいって。ご飯行きたい、普通に。ユージと行こう。シラフの段階から行って、行こう。飲みに行きたいっす。旅行行こう。箱根旅行行こう。どこ？箱根。箱根ね。箱根旅行行こう。よ。いい？じゃあ、今度箱根、前田さんごめんね、いきなり電話して。じゃあ今度は、青汁王子と箕輪と前田裕二で箱根旅行行こう。いいっすか、そんなの、いきなり。こ いいよの、なんね。いいよ。本当ですか？だから、優しいな、みんな。いきなり、そんな旅行とかありえるんです。ちょっとじゃあ、箕輪さん、後で連絡するんで、日程出せあ、お願いします。ありがとう。ごめんね、急に。はい、また、でん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 。電話嬉しいです、来てもらって。でいね、つもありがとうございます。はい、おで、ーい。またまた。はい、ほい、ほい。みんな好きじゃん。めっちゃいい人じゃない？だから嫌な人なんていないんだって。本当にこの人たちいい人ですよ。
俺たちがひどいやつだからさ。そう、単純に勝手に嫌われてる、本当にひどいと思って牙を剥いたり、勝手に嫌われてるのも見て、青汁クソやなってきたら、そうなんですよ勝手にそうなってるんで。滝の内はいいやつか知らんよ、うん、で前田さんはめっちゃいいやつよ。だから青汁失礼とかめっちゃ来るけど、まあ、それでいいんだよ。失礼じゃなかったよ、まあ、いいんだよ。だから箱根旅行行こう3人で。でも綺麗すぎるよ彼は。やっぱえ、なんで素晴らしい。そんなことない、俺から見たら同じぐらい綺麗よ。いや俺汚いよ。いや青汁綺麗よ。全然青くないよ、白いよ。これマジメンヘラとか来るもん確かに青汁はマジメンヘラ。気分で変わるから、すぐ秒で変わるからね。女の子みたいだよね。そうだよ、めちゃめちゃ綺麗な女の子じゃなかったら許せないぐらい。でもみんな見てくれてる人は応援してくれてると思ったらいいけど俺こういうのがさ全部劇場だと思ってたの。俺は本当に病んでる、本当に病んでるよね。だからみんなに応援されて、尾崎豊みたいな感じだよね。もう本当にもう消えたいなと思うでも消えちゃダメだよ。でもみんな応援してくれてるから青汁飲もう。だからメンヘラとか来るけど別にそうだよ、本当にごめんね。え、マジのガチのメンヘラだもんね。器が小さいって言われて、そうなんで、ちっちゃいから頑張ってんだよ。みんなに応援されててほしいなって、昔からされなかったからさ。頑張ろう。うん。